まあ、それそれどこに目つけて歩いとんじゃん、悪いことや。失礼しました。気ぃつけろや。ぶちますぞ。菊池浩二、採取完了。次の我々の対戦相手、広島呉男子高校、偏差値35。彼が主将、広島の刀剣菊池か。噂通り血気盛んな男だ。監督は元暴走族の竹原貴則。問題児を多く抱えるチームなだけあって、毎試合選手同士の数値のブレがひどい。総合評価 C といったところか。まだ知らんか。逆によくここまで残れたものだ。ま、くじ運も実力のうち。嫌いなタイプの人間とやる試合ほど楽しみなものはない。それにしても検索さ行きましょう。じゃあすごいっす。お肘はどうやっても無理だな。おお、次は名古屋対広島か。どっちも行ったことないからどっち応援しようかな。ヤマト、お前旅行したい順で見てるだろ。なんじゃおりゃ、さっきのメガネやないか。んぶち殺してるわ。うわぁ、広島の人気合い入ってんな。あの人とは違った、また嫌な感じ。でもまあ名古屋応援しようって気にもならないんだけどな。どかんかい。うるぇ。おぉ、すまんすまんぞ。ほら、何玉取られてんじゃボケ。こらんじゃ言われ、わっちと付き合ってろ。玉取れるのが悪いんじゃボケ。んじゃ言われ。おはよ、玉よくさんかい。悪い。なんじゃ言われ、誰にもの言うとんじゃ。おらおら、うわおぉ、ナイスじゃ。さすがじゃ兄弟。おぉ、すげ、あいつら V シネマから来たんかの。映ってますよ、親瓶。おらごっついがついやん。なんなあのチーム。あの子らめっちゃ運動神経な。え、荒っぽいように見えて基礎はちゃんとしとる。あのデコボコ具合がちょうどええんやろな。ぶち回すぞ。うれぇうれぇ。へへへへへへへ。おいおい、あっさり終わったな。大丈夫か名古屋。このままじゃ速攻負けるぞ。部長、お待たせしました。データは揃っています。反撃の時間です。なんじゃ、踊れら大したことないの。あなた、広島の刀剣と呼ばれているそうですね。それがなんじゃ。道理で弱い犬ほどよく吠える。のクソメガネぶち回したぞ。大瀬良健、身長192センチ。パスを放つ際、癖で右肘が左肘に比べ約5センチ下がる。何？堂林ある。ドリブルの際、無意識に進行方向と逆の足でフェイントをかける。そこを逆算すれば、何？菊池浩二。シュートを打つ際の踏み込みが浅く、かかとにやや重心を置きがち。見えた。データさえあれば僕に取れない球はない。豊田部長、そしてコート上全てのゴール角度から距離を逆算し、高さ出力を割り出す時間さえあれば僕に入れられない球はない。シュート成功率99.9%。 すげえ、あんな遠くからでも。相変わらずやな、精密機械班。先輩、なんなんすかあいつ。あいつは膨大なデータ量から相手の攻撃パターンを読み取ってボールを奪う。あのメガネ君のデータを超えん限り、やつは相手のボールをほぼ 100% スティールできる。狙われたチームはまるでクモの巣に捕まった獲物のようにじわじわと追い詰められていくんや。何やあの人、やっとることむっちゃえぐいけど。必勝。何すんじゃ。うわ、肘いらんじゃ肘。いつも通り怪我させたらこっちのもんじゃねえ。
こうなることも過去のデータから実証済みですよ。おお。すげえ。第2セット以降1ポイントも取られてない。こんな一方的な試合って。なんじゃいそのデータルク。踊り込み中のところ失礼。度重なるこれまでの反則行為、すべてあなたの指示ですね、監督。なんじゃりゃ。竹原貴則、45歳、独身。彼女欲しさにナンパを繰り返し、その成功率、驚異の 0%。以前勤めていた学校では、女性教員の選ぶ嫌いな男ランキング第1位に選ばれ、ほとんどの女性に相手にされなかった。かわいそうな人ですね。おう、どれ。何ほら吹いたんじゃ。どこにそんな証拠があるんじゃ。僕のデータは絶対嘘はありません。そうだ、証拠といえば今日こんなものが取れましたが。そのような態度でもよろしいのでしょうか、先生。今すぐ教育委員会にでも。おい、やめてくれ。俺も仕事っていうのは職が慎重。わびろ。今まで怪我をさせた選手、自分の教え子たちに。先生選手。お前。過去広島クレダンの試合データから抽出したものをもとに、あなたたちに合う練習法、戦法をまとめてみました。選手それぞれのパラメーターは悪くないようですが、良き指導者に恵まれていないようなので、よかったら参考までに使ってください。来年も全国で会えることを楽しみにしています。お前心の友よ。私そういうの苦手なんで。え、演者はソロだな。役者やろ。すげえ、きっとまだまだいるぞ、バケモンが。君が